こんばんは。こんばんは。寒い。中村舞です。帽子かぶってたから前髪がこんなことになりました。なんかもうぺたんこ。こんばんは。クマありがとう。お疲れ。ハートもありがとう。11。こんばんは。かわいい、ありがとう。中村舞です。お疲れ様。こんばんは。今日はちゃんと起きてますよ。スイちゃんありがとう。起きてます。映画の撮影、そうですよ、朝もちょっと話したんですけど、そう、映画の撮影しましたよ。すごい、おめでとう、ありがとう。そう、そして今日の9時からは選抜メンバー発表してるんですけど、11枚目のね、選抜メンバーに選んでいただきました。発表ありました。ありがとうございます。皆さんありがとう。ありがとうございます。今作も選んでいただき、シングルとしてはそうですね、10作ですかね。10作選んでいただいてます。あとアルバム、ありがとうございます。おめでとう、ありがとう。みんなのおかげだ、ありがとう。応援してくれて本当にありがとうございます。そうだよ、やったね、ありがとう。今日はね、発表が2個もあって、いつ録画したか、悪い、いつだろう、私半袖着てたな、あの日。あ、まだ暑かったんだと思うんだけど、あれ、いつだったかな。半袖着てた、暑い時ですね。前髪切ったよ。ちょっともうちょっと重くしたんだけどね。今なんかキャップかぶってたからこんな感じになってる。そう、前にね、確かに今年ね、夏がね、長かったもんね。全然前だと思う、ミュージカルよりも全然前。そう、まだね、明日明後日と続いて発表がありで、30日かな、配信がありますので、はい、ぜひ見てください。ありがとう。クマありがとう。そう、それからそうだ、初日、神戸とさ、幕張がさ、びっくり、サイン会オアツーショット会、そう、完売してて、ありがとうございます。ね、嬉しいです、一時で、ね、ありがとうございます。
そうだよね、1枚だったらどっちか悩むよね。ツーショットかサインか迷うよね。そうだよね。広島はね、まだね、2日間ともあります。取れなかった？取れた？取れなかった？どっちがいいか？え？分からん。みんなによるよね。ねえ、確かに迷うね。私も推し、ツーショットやーさ、迷うね。確かに迷いますね。確かにこれは究極ですね。どっちも欲しい、わかる。どっちも欲しいよね。ハートありがとう。追加ないか、いや多分追加できるとこがちょっとないので、うん、そうね、広島かな。もうあとは、うんうん、ありがとう。サイン変わってないか。変わってないよ。私ね、でもね、サイン、昔のサインと今のサイン違うんだけど、昇格のタイミングで変えたんだよね。そうそう、そこより前のサインは多分あんまないかな。そっからは書いてないよ、昇格後からは。前髪パッツン、え、いいでしょ。私前髪パッツンが好きなんだよね。そう、ちょっとさ、眉毛がさ透けないぐらいの重さにしたかったんだけどさ、結構これ増やした方なの。あ、でも今はね、ちょっとね、このちょっとこう何ですか、湿気てる感じは、あの帽子かぶってたからこうなんだけであって、多分あのお風呂入って髪乾かしたら戻ります。多分ちょっともうちょっと重い。ありがとう。切り立て、そう、昨日かな、ん、美容室行ったんだよね。なんか、舞さん髪の毛伸びるの早いですよねって言われた。選抜発表と分かった顔してたね。なんか違う、なんかさ、だって8周年のコメント取るって早すぎでしょ。早くない？そんな早くに取るってなるしさ。うん、ね、前回もそうだったの。前回のリード曲の発表も7周年のコメント撮りだったの確か。そうそうそう。一緒、うん、ありがとう、と同じだったんだもん。そうかなって思ってた。ね、聞いて、全然違うこと言っていい？今日さ、今日ね、お仕事で大阪まで行ってたので、広島駅から行くからさ、バスで広島駅まで行ってたので、そしたらさ、私なんか、乗ってたんだけどさ、
めっちゃさ途中でなんかバスの中がすっごいあったかくなって眠くなったんですよ。でなんかこうふわふわうとうとしてこうはっはっってなって、でちょっとだけ寝ちゃったんですよ。で結構人がいっぱいいたんですけど、あのパッて目が覚めた時には誰もいなくて、でなんかでもバスは動いてるんですよ。で私広島駅大体終点だから全然大丈夫だって思ってたんですけど、そしたら回送になってて全然違うとこにバスが向かってて、でなんて私だけ取り残されて回送でね、なんか違うとこ向かってたの。もう本当にびっくりして、でもう一瞬時が止まって、でも私めっちゃ早くに、ね、出てたから全然あの時間的な問題はなかったんですけど、あれ車庫に行ってたのかな、そう回送って書いてあって、で私もうすぐにすみませんって言って、でも運転手さん全然気づいてなくって、で3回ぐらいすみませんすみませんって言って、そしたら気づいて、あの私寝てて、あの降り忘れましたってそう言ったら、もうすぐに止めてくれて、多分気づかなかったので、すぐ止めてくれて、でももうピッてできなくって、あのなんか多分いろいろもう設定ピッて全部終わってたから、あの私スイカなんですけどピッてできなくって、だからもうなんか代金は大丈夫です早く降りてくださいって言われてもうだから急いで降りて、そしたらもう全然知らない場所でもう泣きそうになって、本当にね今日は災難でした。そう回想だからピッてできなかったので、なんかバスの運転手さんも知らないところまで来たからすごい同情してくれて、そうもういいですって、ありがとう。いや場所分かって地図見て、だからさ、終点だからってあれですね、気を抜いちゃダメですね。本当にね、なんかめっちゃ眠たくなって寝てたの。大変だよ。うん、とうとうしてた。新幹線で、あ、新幹線もちょびっと寝たかな。帰りは寝てないけど。災難。でも、だから今日は早く出ててよかったって思いました。そう。これでさ、ギリギリだったらさ、集合時間にも遅れてさ、やばいってなってたからね。そうだよ、不幸中の幸いだね、よかった。これさ、もしさそのまま行ったら私車庫で寝るとこだったのかな。起きてよかった。今日占い3位だったのに、あれ3位だっけ、3位だったのにな。車庫で清掃するから気づかれる。あ、そっか。じゃあ大丈夫だ。はい、なんだから車庫まで行かずに済んだ。そうだよね、途中で起きたもん。
なんかそのバスもなんか段差がない系だったんですよ。あの 2階っていうか後ろの方ってちょっと段差あるじゃん。そういう系じゃなくて全部平坦な座席のバスみたいなあるじゃん。全部同じ平坦なこうああいう系のバスで多分こうなんていうんですか、見づらかったのかも。そうでもあれがみんな降りててびっくりした。私さ新幹線も乗り過ごしたことあるけどさ、ちょっと新たにバスが追加されました。次は終点広島駅ですって言われてさ、ピーンポンって押しますか？押さない？押しません。あ、押さない人ばっかり。押したい人もいる。押さない？え、でもさピーンポンって結構わりかし鳴るイメージなんだけど、押さない？誰かが押すのを待つ。終点だもん。え、そうなんよ。子供の頃は押してた。終点で止まるからそんな。え、でも私愛媛のバスでさ乗ってたらさ、なんか終点押さなかったの、誰も押さなかったんですよ。そしたらさ終点着いた後に降りるんですか降りないんですかって言われたことがあってさ、そっからさ押した方がいいのか迷うようになったんだよね。降りなかったら車庫まで行っちゃうけど、なんかどう、あれ押した方がいいのかな、なんかバスの運転手の人いないかな、このルームに。車庫に行きます。私愛媛のバスで何回か怒られたことあってさ、それで怒られたこともあるし、私学校バス通学だったんだけどさ、なんか次は〇〇みたいなあるじゃん。そのさ、その同じあの学生なんていうんですか、同じ学校の人が乗ってんの、同じ場所で降りるだろう、同じ制服の人が乗ってて、でもその中でも一番に押すみたいな、私の中でなんか友達いて、ね、絶対一番に押したいみたいな戦いをしてたの、その自分が押したいみたいな、降りるところで。でだから次はってなった瞬間にピモーンってすぐ押してたんですよ。そしたらなんかちょっと怒られたことがあって、あのフライングピンポンして一番を取るために。そういう人いるよね。いる。今はないけど、今はね全然誰か押してくれと思う。なんか押すのためらう、逆に。そう、従りだったの。ありがとう。ヒロデンのピンポン押したことある？ヒロデンのピンポン、ヒロデンってさピンポン押さなくても止まるやつある？あれ？私さ電車も乗るけどバスの方が多いからさ、電車ってどうなんだっけ？なんかピンポンってかブザー？なんか
押さなくても止まったりする？2パターンあるのかな。なんかあ、いや、あれは、え、いや、わかんないや。なんか止まるイメージあって、もう押したことないかも。電車、あ、電車ってか路面電車かな。ワンマンでは押してくださいって書いてあるけど、多分何もしなくても止まると思います。え、ワンマンって一人の人ってことですか？駅員さんっていうか、あの、一人だけ乗ってる人のこと？運転手さん？押さないとダメか。なんかわかんない、ボタンあるやつないやつは、 あれなかったっけ。ちょっと私はあんま記憶が薄い。ハートありがとう。え、車掌さん。え、いないの？あれ？そうだっけ？人？いないっけ？いそうなの？誰が運転してるの？車掌さん。運転手さんはいる？運転手さんは車掌さんじゃないの？あれ？車掌さんと運転手さんは別の人？あ、そうなんだ。運転手さんがいるのか。私、同一人物だと思ってた、今。え？じゃあ何？ワンマンじゃなくて、ワンマンじゃないやつは？ワンマンじゃないやつなんていうの？ツーマン。は、車掌さんと、めっちゃ車掌さん言いづらい。車掌さんと運転手さん2人いるってこと？わかんない。あんまりちょっと詳しくないですね。ありがとう。車内の真ん中らへんに係員さんが乗ってるの？わかんない。立ってるの？マイキューは何の乗り物の運転手になりたいか。何も運転したくありません。でも本当になんか運転する人ってすごいよね。すごいと思う、本当に。私は車の運転も免許証持ってないから何にも運転できないよ。自転車なら運転できるよ。あのさ、すごいなって思うのでさ、飛行機パイロットの人とかさ、なんか道路ないじゃんか、飛行機とか、まあ、船もだけど、なんか道路じゃないじゃんか。よく運転できるなって思いますね。航路がある。でもさ、目に見えないじゃんとかめっちゃ思う。
おやすみ。おやすみ。もう寝る時間だって。寝てみようかな。ちょっと待って、男女呼ぼう。ひしみらこうさん。ちょっと私のイントネーション間違ってるかも。ケーキさん、ウィスポンさん、まえさん、こにゃまるさん、きなぺこさん、くまねパパさん、考えなしさん、かなめしょうじさん、ピオさん、J さん、タメデスさん。1位はドゥ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 ン、フレッシュメロンさんでした。ありがとう。皆様おやすみなさいませ。また明日。今日もお疲れ様。明日は木曜日です。おやすみなさい。また明日。今日も一日ありがとう。お疲れ様。しっかり寝てね。またね。おやすみ。